ただいまから女子ハンマー投げの表彰を行います。第1位渡辺茜さん、丸和文雪館、64m16。そう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 。
男子高校で岡村大地市内中学病院4回目の投てきで17.45km を伸ばしました。続いては中川洋平の大成学院大学高校教員5回目の投てき
は 17m28。
逆転優勝なるか、最後の投てきです。さあどうだ、おおか黄色いライオンの少し前当たりでしょうか。さすがだよ、本当。畑瀬君は7月のインドアジア選手権の代表、日本選手権も優勝、この大会トレンディングチャンピオン。17m92 でトップに立ちました。すごいわ。さあこれだ、現在3位の中村大地の持ち合いの進学を教員、今日は16回目で 17m45 をマークして現在第3位。ああ、果たせくんを超えることができるか、どうだ。 17m ラインは17m40 です。畑瀬くん 17m92 で優勝です。